ただいまから平成28年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール大会の女子準決勝戦を行います。試合に先立ちまして、審判並びに両チームのスターティングファイブ、コーチ、アシスタントコーチ、マネージャー及びテーブルオフィシャル、コートキーパーの紹介を行います。この試合のレフェリーは吉田典雄さん。ファーストアンパイアは吉橋正和さん。セカンドアンパイアは岩城太郎さんです。テーブルオフィシャル並びにコートキーパーは広島県立広島商業高等学校女子バスケットボール部の皆さんです。まずはじめにオフィシャル席に向かって右側、白のユニフォーム、岐阜女子高等学校を紹介します。コーチ安江光雄さん。11番梅田愛